抜け毛に効果的なティーツリーオイルのヘアマスク4選昔から何世紀にもわたって頭皮の感染症、フけ、または髪の感染を予防するのに使われてきたティーツリーオイルは、現在では抜け毛を予防しながら髪を強化するための自然療法の成分として多く使われています。薬局や健康食品店などで手軽に手に入れることができるティーツリーオイルは、 抜け毛や髪の問題に悩んでいる方におすすめです。1、水と t ー,ーオイルのヘアマスク t ー,ーオイルの最も手軽な活用方法は、蒸留水で薄めて使う方法です。この方法には2つのオプションがあります。1つは髪につけてから10分程度そのままにした後洗い流す方法と、つけてから1日そのままにする方法です。 ベタベタとしがちなホイリーヘアの方はつけた後に洗い流す最初の方法を使用し乾燥しがちなドライヘアの方は二つ目の方法を使いましょうこの方法は抜け毛を防ぐと同時に髪の保湿も行います材料蒸留水1月2日カップ125メートル LT3 オイル大さじ345メートル L スプレーボトル、1本。使用方法。水とティーツリーオイルをスプレーボトルに入れてよく振ってください。髪が完全に濡れるまでしっかりとスプレーしてください。指を使って浸透させてください。5分間優しくマッサージを行います。 10分間そのままにして浸透させてから、髪を洗い流してください。週3回繰り返してください。出来上がった液体は涼しい場所に保管し、次に使う前には必ずよく振ってください。2.T3 シャンプー。抜け毛を防ぐシャンプーを使っているのに、全く効果がないと感じたことはありませんか 市販のシャンプーのほとんどは高価な上、抜け毛を悪化させるような化学物質が多く含まれています。材料。空のシャンプーボトル。清潔なもの1本。中製の無効シャンプー。1カップ。250 m l ティ L。T ツリーオイル。大さじ2。30 m ル L ミントオイル。または好きな香り大さじ。15メートル L。使用方法。 すべての材料をボトルに入れたら、しっかり振って成分を混ぜてください。このシャンプーを塗布した後、3分間マッサージをして、髪全体に行き渡らせます。7分間そのままにして放置します。温かい湯で洗い流したら、串で髪を溶かします。普段使っているシャンプーを、このシャンプーに交換してください。 3. ホイールヘアマスク。オリーブオイルと T3 オイルの2種類のオイルのみを使用するこのヘアマスクは手軽に使用できるため抜け毛の予防に最適です。アラガ酸化物質とビタミン E が豊富に含まれているオリーブオイルは髪に栄養と輝きを与えながらフけを予防します。このように豊富な成分を含むオリーブオイルを T3 オイルに加えると 非常に栄養価の高いヘアマスクが出来上がります。ただし、ホイリーヘアの場合は髪がさらにベタベタとするので、使用は避けてください。材料。オリーブオイル、大さじ2、30メートル L。ティーツリーオイル、大さじ2、30メートル L。使用方法。髪をブラシで溶かして、 髪に付着した汚れや絡まった髪などを取り除きます。小さな容器の中にオイルを入れて混ぜます。出来上がったオイルは、指先かブラシを使って根元から毛先まで塗布します。髪全体に塗布したら、5分間優しくマッサージをしてください。シャワーキャップで髪を覆ったら、一番このままにして就寝します。翌朝。 ぬるま湯で洗い流してください。4. 重曹マスク。髪が多いリーヘアの方は、それだけでも悩みがつきません。髪が常にベタベタとしてしまうため、洗髪してから数時間が経過しただけでも、数日間髪を洗っていないかのように見えることもあります。そのため今回のようなヘアケアを選ぶときにも、選択肢が制限されてしまいます。 ホイリーヘアで抜け毛に悩んでいる時には、ここでご紹介する重曹マスクをお試しください。抗菌作用とアラが心筋作用のある重曹は、髪の微生物を取り除き、頭皮に怪我などがある場合はそれを治癒します。またアラが炎症効果のある重曹は、頭皮の pH バランスを整えながら、毛穴の汚れを取り除きながら、毛髪を清潔に保ちます。 材料重曹大さじ2 3 g ジジリーオイル5滴ハチミツ、大さじ 15mL 水1リットル 30mL 使用方法材料をしっかりと混ぜてペーストを作ります出来上がったペーストを紙に塗布します10分間優しくマッサージを行います 週に2回言ってください。正しい成分を使った自然療法を活用すると、抜け毛の予防は簡単で効果的です。今回ご紹介した方法の一つまたは複数を組み合わせて、その効果を実感してください。